ネタバレあり豚のレバーを振り返れ。はいはい、皆さん、豚役の松岡悦子です。皆さんこんにちは、ジェス役の楠木智です。この動画は放送中のアニメ豚のレバー加熱しろのエピソードを振り返るミニ番組です。はい、はい、アニメ本編をご覧になった方はもう復習として、見てない方はネタバレ含んでおりますので、アニメをぜひご覧になってからご視聴ください。ということで、今回は1話と2話を振り返っていきたいと思うんですけども、なんかその1話でその豚の視点から始まるじゃないですか。そうですね、泥まみれのシーンから、泥まみれの状態から、ね、なんかそれがすごい私は斬新で、画角が好きでした。ちょっと下から見るジェスが確かにあんな視点で、はい、人間がいたら変態になってますからね、はい、そうですよ、ええ、我々が人間である限り見れない角度ですから、ええ、もう寝そべって這いずり回ってるみたいな、こういうことですよね、ええ、かなり怖い怖い、ええ、たたり神みたくなってダダダダダって、ええ、どうですか、まあ、豚を演じてみてのお感想を。そうですね、まあ、初回だからっていうのもあったんですけど、はい、まあ、方向性が、まあ、ある種定まってやっぱ一番良かったなっていう、なんか僕1話ってどの作品でも怖いんですよ。怖いですよね、ええ、うん、実際にそのなんかオーディションとかいろいろありますけども、やってみて、でそれで受かって、実際なんかその現場で答え合わせみたいなするわけじゃないですか、いろんな方々がこう演じて見たものも、はい、あの監督さんとかスタッフさんの中にもやっぱこういるはずなので、うん、改めてじゃあ一から作っていきましょうか、よろしくお願いしますっていう感じなんで、うん、それがもう2人ですよクレジット2人って、ね、なかなかないですよね、あのアフレコの台本にも2人分しか書いてなくて、僕声優人生の中で多分2回目ですよ2人っていう。本当ですか。じゃあなかなかやっぱないんですね。ないですね、松岡さんをもってしても、なかなか巡り合わない。あ、でも本当になんかその楠木さんのジェスっていうのが、はいはい、なんかその会話をめちゃめちゃしやすくて、これがもうなんかもうずっとなんか支えになって現場で戦ってましたね。過去の私見てるか褒めていただいたぞ、嬉しいです。いや、だからなんかすごくいいバランスでできてるんじゃないかなっていうのは思いましたね。ジェスもなかなかそのどういうテンション感でいくかっていうのが、ね、割とその原作 PV から変わっているところもあるので、うん、どう作っていくかって、意外と私1話であんまりそのキャラ感言われてなくって、その場面場面でこの時はこうしましょうって感じだったので、結構難しかったんですけど、それこそあの豚さんのコミカルさに大変救われておりましたやっぱりこうお互いの常識があるじゃないですか、はい、お互いの常識をすり合わせていく、こう、いや、うんうんうん、一方的に豚が言ってるんですけどねそれもなんかこう大変であり楽しかったなっていうのがあって、そうですね、なんかこう掛け合いなのか掛け合いじゃないのかみたいな感じの空気感ではありましたけど、これはテレパシーだって、はい、セルフエコーかけたりしてあそこ面白かったですやってみたら通ったっていう、いや、もうそういうなんかこう実験的にいろいろやってみて OK 出るかな出ないかな、ね、みたいなのも結構1話からやらせていただきましたよ ね。だからよく共演者からはなんか次何やってくるか分かんないから怖いっていういやいや面白いんですよそれがあとあの豚さんのダンス、私はこれについて語りたい。あそこ正直な話、はい、アドリブ入れようかなって思ったんですけど、そうだったんですね、うんがふんがはぁとかって言ってくる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 回ったりして飛んだりしてたじゃないですか、だからどうしようかなって直前、いやでもこれ多分あそこでアドリブ入れるとくどくなるから見るに耐えないものになってしまう可能性があったんででバーって行って、あ、ここ何も言われないんだなって思ってた矢先、ここなんかあの某ダンスゲームみたいなやつ入れてくださいみたいな、はい、ね、ありました、ナイスグレートパーフェクトいや、あれ面白くて、もう一番放送楽しみにしてたシーン、私あそこかもしれないです。あ、本当ですか、はい、
まあね、皆様も見ていただいてると思うんで、ぜひラジオなんかにもね感想を送っていただいたりとか、していただいたら嬉しいですね。あとあれですよね、あのやつがいるんですよ、あのここにも書かれてるんですけど、はい、黒のリスタを買いに来たジェス、現れたうさんくさい男ってあいつが来たことによって、次の輪がとんでもないことになったんですよ。そうなんですよ。いや本当にもうこの辺からあれこのアニメあれって感じに、そうなんですよ、きっとなりますよね。リスタとはとか、説明もありますけども、リスタとかあとは本当にこうイエスマっていう存在が何なのかっていうところに何か妙な感覚を覚え始めるんですよね。なんかこの作品にしかない独特なワードがたくさん出てくる中で、それがそのジェスは説明はしてくれるんですけど、それがどうストーリーにこう作用していくのかっていうのが、そうなんですよ、結構この作品では注目ポイントかなと思いますね。ということでですね、第2話まで振り返っていきましたが第3話は明日放送となります。明日よりですね、地域によってもというのがあるんですね。こちらキリンスに売られた豚は脱走できるのか、できるのか、ジェスと無事に出会えるのか、出会えるのか、楽しみにしていてください、ください。はい、それでは松岡義継と楠木智美でした。また次回をお楽しみに。悪いな諸君、俺は一段先へ行く。今日はこれからお買い物デートだ。よろしくお願いしますね、豚さん。うまっ！豚のレバーは加熱しろ。ブルーレイ&DVD 発売です。